はい、ダメージマン。はい、皆さんこんにちは。はい、ダメージマンです。今回はですね、こちらのアルティメットファントムに、アルティメットのパニッシャーを使ってプレイしていきたいと思います。モジュールの方はですね、アンプ3色で、アクティブモジュールがアンセの方ですね。ではそしてね、こちらのアルマジロを使ってね、ビーコンの方を獲得すると、12ポイント。そして、キルをするとね、10ポイント防御ポイントがもらえるのでね、どんどんビーコンに絡んでいったり、敵を倒しつつ、どんどんね、防御ポイントを上げていく立ち回りが、できたらね、理想ですよね。では、そして、パイロットの方は、こちらですね。まあ、今回は、こちらの方を使って、プレイしていきたいと思います。それでは、バトルの方へ、どうぞ。はい、バトルが始まりましたね。まあ、まずは、ドローンがね、アルマジロなんで、まあ、ビーコンを、まあ、獲得しつつ、まあ、そして、まあ、キルもね、取っていきながら、どんどん防御ポイントを上げていく立ち回りですね。まあ、ファントムですとね、グレーゲージがもう楽々回復できますので、まあ、基本的にね、まあ、ある程度被弾しても、まあ、問題ないっていう感じでね、割と接敵とね、ビーコン獲得を、メインにして今回は立ち回ってますね。で、まあ、なるべく、まあ、早いタイミングで、まあ、ボカン使いたいと思うんですね。まあ、基本的にね、このアビリティでワープして、まあ、戻るときに、まあ、グレーゲージがね、回復しますので、まあ、回復の方は、まあ、常にやっていく感じで。ではどんどん敵陣の方に向かって、キルも取りつつ、ビーコンの方を踏んでいって、まあ、どんどん、防御ポイントの方が上がっていきますね。まあ、ここも、まあ、トンネル最中はしっかりと車線を切って、でここで近距離まで持ち込んで、しっかりと削っていきます。まあ、線路に対してはもうね、基本的には、後ろに、進みながら戦っていくと、ワープした時にね、背中を自分がね逆に取れる状態に持ち込めるというね、非常に便利だと思います。まあ、ここも、リンクスに対して少し削りがねできなかったので、まずはこのマールと、倒して、で、まあ、そして戻ることによってグレーゲージも回復して、で HP がマックスの状態ですね。ビーコンが今ね、まあ、ちょうど、まあ、4点染められてる状況で、今3点なんでね、まあ、しっかりと取り返しつつ、まあ、ビーコンをね、どんどん踏んでいったり、まあ、防衛の方をして、まあ、キルも取ったりっていう感じですね。で、まあ、またね、こちらの方で、まあ、相手がね、ボールだったんですけどもね、ビーコンを離れてくれたんで、とりあえずここ取ってから、この目の前にいるケプリをね、しっかりとやりきって、
もう今ね結構ねビーコンと、ま、キル、ま、取っている状態なんでね、非常に防御ポイントの方は高いと思います。まあなので、ま、基本的に、ま、通常機相手では、ま、死なない状態ですね。ま、ここはまずはビーコンを染めてから、しっかりとキルを取っていきます。ではまたね敵のリッシュに湧いている状態ですので、またねそちらの方に戻って、でアビリティ使うことによってね硬くなりますので、まあ、ここはねアルティメットパニッシャーで、防御緩和、できるので、ここでねタイタンに対してもしっかりと、ダメージを与えることができます。まあ、ここはね、ロキいるんで、とりあえず高さを合わせて、しっかりとやっていきます。今ここでまたインドラに対して接敵していく形で、削っていきます。まあ、ここもね戻れるタイミングでしっかりと戻って、でまたグレイゲージの方も回復していきます。まあもうねあと1回ぐらいで、まあ、このビーコンとタイタンは、まあ、倒せるかなっていう感じなんで、でまあねファントムですね、足が速いですし、ちょこまか動かれると、まあ、狙いにくいので被弾も防げます。まあ、そして母艦とね、アバロン使ったらもうね、また、HP の方が、マックスになって。で、なおかつね、まあ、どんどん、キル、ビーコンによって、硬くなっていく状態ですね。もう多分ね、今相当硬いですね。で、ここも、パニッシャーで、しっかりとタイタンに対しても削っていきます。ここでビーコンにね踏んでくるアングラーをここでしっかりと倒して、エーテルの味方がやってくれましたね。で青みに対してもちゃんとねこのパニッシャーで削り切ってやっていきます。で誘導エッフェルにね打たれても全然削れないですよね。パニッシャーですとタイタンに対してもね、余裕で戦っていけるので非常に強い武器ですね。でここでしっかりとトンベルエッセルに対しても削っていきます。で母艦とね、ワープでのグレー回復合わせるとまたね HP マックスの状態で全然死なないですよね。もう相当耐久できますね。でここでまたキール取ってね、もう今めちゃくちゃね防御ポイント高いと思うので本当にね、死なないと思います。まあ、これしっかりと戻ってまた、まあ、ビーコンをね、また取り返していきたいところですね。まあ、ここは相手がボールで、まあまたね向こうのビーコンをねボールが取りに行く状態なので、まあとりあえずはここのビーコン取ってからボールも倒しつつビーコンも染めていきたい状態ですね。これしっかりと倒していきます。でここもねビーコンをちゃんと踏んで、このリンクスもねうまく倒していきたいところですね。まあとりあえずエッフェルの方をね、先にちょっとやっつけていきたいというところがあったので、ではなおかつこのビーコンもね
含まれそうだと思ったので、ここまずアーブを入れていきます。パニッシャーなのでね、結構火力は高いです。まあ相手今ねリペアンフルスタックで、まあ、防御緩和無効なので今は削れないんですけども、まあ、それが終われば、全然削って倒せる火力はありますね。ここもしっかり倒してでまたね HP の方がマックスですね。全然ね死なないですよね。非常に強いです。でここでまたアビリティを使うことによって、硬くなります。でしっかりここもね、誘導エフェクト倒します。でこのね、フェンリルもうまく倒して、まあ、ボカン使ってまたね HP がマックスの状態でもう今はねだいぶ硬い状況で戦ってますね。耐久値見てもらったら分かるんですけど全然減ってないですよね。コアビリティ使って、キュウリに対してねサレットと、まあ、サビ武器、結構ね前段もらってるんですけども、まあ、全然削れないめちゃくちゃ硬い機体でしたね。いやこれは非常に硬くて、ビーコンとね、キルによってだいぶ耐久ができましたね。アビリティのね、グレーゲージ回復もあってめちゃくちゃ耐久できましたね。 13.3M22kg、11ビーコンですね。素晴らしいです。2戦目は、雪山ですね。まあここもね自陣のビーコンは2つしっかりと染めてビーコンでの防御ポイントを、まあ、獲得していきます。ではここでね、まあ、真ん中ではなくてねもういきなりねこの敵陣をもう踏めそうだったんでね、まあ、なおかつここもしっかりとやっていきながら、母艦も貯めてでなおかつこのビーコンもね、すぐに染めていきます。でここもしっかりと倒してまあ、どんどんねここで、まあ、キルとビーコンをまた同じように、取っていく立ち回りですね。アビリティでね終わった時はねあまり被弾しないようにしながらではなおかつね、まあ、戻れる余裕がある場面ではまずできるだけね、戻ってグレーゲージの方を、まあ、回復していってっていう感じの立ち回りがいいですね。で、まあ、ここをまずはね、やりやすい敵からしっかりと、キルを取っていってで敵の方がねたくさん湧いてきて被弾の方がねちょっと大きかったのですぐに、戻ってでまたねこの射線を少し切ったところから、またねビーコン、まあ、そして、まあ、敵を倒していく立ち回りですね。で、まあ、ここもしっかりとスコーピオンを倒しつつできるだけここでねおちょこちも削ってもう一回フォアブで回復していくっていう形ですね。まあ今はね基本的にこの
繰り返しをやっていって、ではね、取れそうなビーコンはどんどん、取っていきながら、しっかりとビーコンも取って、で、キルも取りつつ、でそしてね、ここはギリギリね、ビーコン、青にして、戻れることができましたね。では、ここでね、敵のエッフェルが湧いてきたので、そちらも、まあ、削れるところはしっかりと削って、まあ、最初はね、相手が、まあ、リペアンをつけてても、まあ、リペアンがね、フルスタックに、まあ、なるまでは、しっかりと防御緩和できますので、ダメージがね、ちゃんと入ります。で、相手のね、タイタンの、リペアをね、フルスタックにしてから30秒間は、まあ、できるだけ他の敵を狙いながらっていう形ですね。で、まあ、ここも、リペアを吐かせるまでしっかりと削っていくんですけども、まあ、ここはね、まあ、多分リペア2個積んでなかったんですかね、まあ、しっかりとそれでも削って、まあ、ワンマガで倒していきましたね。非常に強いです。で、まあ、ここはね、まあ、できればムロメッツの方をしっかりと、やっていって、なおかつエッフェルもできるだけ削っていきたい状態ですね。で、まあ、しっかり、戻っておかないと、まあ、今の場面は、やられてしまうので、しっかりと戻っていきます。で、ここでね、エッフェルがもう一機湧いてきたので、まあ、そのね、湧いてきた方も削っていきたいですね。まあ、ここは白染めにして一旦ワープで逃げて、交換も使って、グレーゲージの方を回復していきます。いや、これめちゃくちゃ耐えますよね。こんなにね、タイタンを削っていきながら耐久できるね、期待ってね、まあ、そこまでないと思うんですよね。まあ、ここもね、あともう少しでやれたんですけども、まあ、でも次ぐらいで、まあ、倒せると思うんで、まあ、ここもね、エッフェルに対してしっかりと、削っていきながら、今ね、リペアンがフルスタックになりましたね。今このエッフェルはもうね、ちゃんと防御緩和が通りますので、しっかりと倒せました。で、ここも、戻ってグレーをグレーゲージの回復をして、で、しっかりとこうね、エッフェルとセッティングしていく形ですね。いやー、これ結構ね、耐久できますし、この武器ですとね、タイタンに対してしっかりと相手することができます。 12.7M、12キルですね。素晴らしい。はい、皆さんいかがだったでしょうか。いや、このね、セットアップでアルマジロをつけてね、この敵陣にね、こう突っ込んでいって、まあ足が速いんでね、まあ、裏取りできたりで、まあ、そしてね、敵地のね、近くで敵をね、翻弄して、で、被弾したら、戻ってね、グレーゲージの方回復して、まあ、それをね、繰り返すことによって、敵地にね、このファントムがいると、まあ、敵もね、そっちに気がいっちゃうのでね、まあ、そこでうまく翻弄できますし、で、なおかつね、ファントム自身も硬いので全然やれないっていうね、状況が続いて、でもなおかつね、このパニッシャーの方ですね、まあ、こちらでね、タイタンの方も、がっつり削れるというね、まあ、タイタンに対しても、まあ、どんどんね、攻撃の方をできるというね、非常に
このセットアップの方はですね、強いですし、でまあね、非常に厄介ですね、これは。まあ、もしね、他に使ってほしいセットアップがございましたら、コメント欄の方に書いていただければ嬉しいです。それでは、ご視聴いただきありがとうございました。